今まで見てくれてありがとな。それじゃあお前たち、それまでちゃんと修行しておくんだな。それじゃあ、またな。よう貴様ら、サイヤ人の王子、ベジータだ。レジェンズで会うのは久しぶりだな。元気にしていたかお前たち。俺様は5周年のウルトラベジットブルーの時に活動を休止させていただいたんだが、この度、2024年盛り上げるために、俺はレジェンズ復帰するぞ。まあ、ただ急に活動休止するって、その半年後に復帰っていうことで、まあ、なんだろうな。まあ、いたずらに親愛なるお前たちのこう感情を揺れ動かしただけっていうのはちょっと申し訳ない気持ちがあるからな。まあ今回は新年明けたということで、まあめでたい気分も込めつつ、今年1年の運試しということで、VIP ニューイヤーライジング引いてやろうじゃねえか。まあこれはどんなガチャかというと、レジェンダリーリミテッドっていう、まあすっごくレアなキャラが10体まとめて出てくるという、まあとんでもないガチャなわけだ。まあもちろんそこの中で入ってるキャラっていうのは、まあ最近来たこのカカロット&バーダック、このベジータ&カカロット、あとアルティメットソンゴハン、まあビーストに途中になるんだから、パイクーハン、パイクーハン。最高だよな。まあ、パイクがまあ最高なのもまあもちろんそうなんだが、後ろにいるゴジータですよ。初めて見た映画が復活のフュージョンだからな。思い入れは人8倍ぐらい。とまあそんな感じで、まあ結構新しいキャラもありつつ、まあ言い方悪いけど、まあちょっと古めのビルス様とかも入ってるからな。まあここら辺も来ることも全然考えられる。まあ本当に運試しのガシャというもんだ。だがここで一つ重要なことがある。このガシャを引くには課金をするしかないんだよ。で、その課金というのが、ここにあるハッピーバック金。これニューイヤーライジング2024 VIP 10連ガシャチケットだな。1万円で買うわけだ。1万だと多い。家一軒ぐらい買えるだろ、普通にな。で、これがなんと、2回までできるということで、まあ俺はこの日のために年末に、しこたま働いたからな。一応カプセルコーポレーション、検品の作業やってるからな。それで稼いだ金を、ここに使ってやろうと思う。まあレジェンズ復帰するんだが、まあとりわけ、今回のフェスティバルにゴジータ4が来なかったろ。もしかしたら6周年にゴジータ4が来るんじゃないかということで、俺様はウルトラのゴジータ4を手に入れるまで、なんとかモチベーションを保って頑張っていきたいと思う。だが同じ GT 好き同士、頑張ろうな。早速、初課金をしていこうと思う。いやー、金額が金額がちょっと緊張するな。手が震えるもんな、こんぐらいな。嫌な音しやがるぜ。ちなみに俺が今回欲しいキャラで言うとな、カカロット&バーだ。このベジータ&カカロットとビースト。パイクーハンも欲しいな。あと、このカカロットも持ってないし、セルも持ってないし、ガンマも持ってないし、ほとんど持ってないんだよな。あ、これ身勝手も17号も持ってないしな。で、まずは、このニューイヤーライジング。これはレジェンドリミテッドが1回確定だそうだ。面白い。行くぞ!チケットバサラー!来い!久しぶりだな。よし、来たな。さあどうだ、これ熱いんじゃないか。なあ、ナメック星か。いけ、かかると。よし、元気玉だよ。このフリーダと一緒に地面に埋めてもらった俺様と直撃してるからな。まったく優先野郎だぜ。おっと、速攻か。なんだ。おお、13号と全部スパーキング。熱いんじゃないの。おお、邪念ば。これは貫突したんだ、これ。おお、来た。楽しいガシャが来たな。おお、カカロットと、いいね。からの、ちょっと後ろにちょっと見えるヒット。3枚。挨拶来い、俺のとこに。ヒット。さあ、もう一回来い。レジェンダリー来い。からの、ターレス、ひざまずけ。課金しろ。おお、片付けんじゃないよ、お前は。おい。来い来い来い。クーラー。俺んちのクーラーじゃないんだよ。さあ、来い。ちょ、あ、発言。おら、来い。17号ゲットしたぜ。レジェンダリーの17号を初ゲットしたぜ。こいつはだいぶ強いからな。これは嬉しいぜ。そろそろ本番のニューイヤーライジングに行こうではないか。俺の気をすべて込めて。行くぞ!はちかって、まだれ!お前たち一年いい年しやがれ!長い!もう、宇宙空間だ。でも3ポット。なったら率俺様。いいね、いいね。さあ、放り投げていく。おし、来い。
引っ張れカメハメハ、勝ちだ、いけーカカロット、コンコン、あれ何こんな通常の、おっとこなんだ、おお、スーパー選手のカカロット、さあ来い、なんだキップ出てるってことは、なんだ、おお、悟空ブラック、あ、なんだ、発言、なんだ、来い、来い、おお、ガンマ1号2号、発言です。来い、あー、スキップか、なんだ、おお、俺様だ、まあ、監督しないからな、さあ来い、もうまたスキップと、来い、なんだ、ブー、太郎、ビル様来るってな、さあ来い、あー、発言は来ないか、結構発言多いんだけどな、からのフリーだと。でも貫突しながっている気がするな。さあ、弾けてまだない。あ、また持ってるやつか。でもまた俺様か。あ、来い、頼む、もう俺さんめっちゃ出るな、おい。これ貫突しちゃうぞ。さあ、最後か。頼むなんてこった。おお、いやでもゴジータなんだな。おお、最後発言なんだ、来い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 、おお、劇場版カカロットと、俺は新年いい年にすると、この一年は頑張ると決めたんだ、もう一万いくぜなんとか課金してやったぜ。さあ、ということでまたニューイヤーライジング、こちらの方行って、最後にVIPで決めさせてもらおう。あっちバーバレ、過去一力入ってるかな、みんなでいい年にするんだ俺様な。お、宇宙空間あるの、宇宙船はなんだあれは、カカロット激おこだからな、おい大丈夫か、いけカカロット、今年はいい年にするんだから、いけカカロット、いけカカロット、お、発言なんだ、おお、亀仙人、まさかの持っていなかったんで、ただあったいだますからの、からの、かからとじゃない、かからと息子、かくんさ、ノーコメント、これクリリンとか出んか、これ、なあ、お、なんだ、おお、ホープソードトランクス、からのトランクス、いいね、やる気あるな、みんなな、おっと、また、お、かん、ご飯と、からの、もう一回来るんじゃないの、これ、おお、発言、なんだ、このフルパワーフリーでも発言なんだよ、俺実はな。さあ、ちょっとシングル2回あるか、シングルも全部引き終えた後にビップ行くよな。いやー、手に汗握るぜ。そうなんだ、来い、おお、まさかのフルパワー棒じゃ、チケネバーそれ、これ Z パワー1000ってのがいいな。おお、いい天気来たな、これ、これ暑いんじゃないか、ちょっとこれ見ようかな、あ、だいたいいい天気はいいよな、あ、正月といえばだいたい晴れてるからな、あれそうでもないか、いや俺はかける、俺は祈ってやったんだ、祈ってる、あ、発言なんだ、あ、この亀仙人か、亀仙人めっちゃ出る。さあ、ということでニューイヤーライジングラスト1枚、泣いても笑ってもこれが最後、いいかお前たち、今年も一年俺様といい年にしろと誓え、よく学び、よく遊び、みんなに優しく過ごすんだな、わかったな、行くぞ、はじけてまだれー、来い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 、頼む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 、いや、これどうなんだ、どういう感じだこれは、なあ、暑いのか寒いのか、元気玉か、いや、赤引っ張れたな、お、ブルーカカロットだ、来い頼む、どんどん頼む、神殺さん頼むぜ、さあ何が来る、おっと、なんだ、お、久々に見たな、17号、18号、さあ次行くぞ。まだスキップと新キャラではない。なんだ、おー、からのまたカカロット。ちょっと突が上がったと。さあ行くぞ、おー、発言なんだ、来い、おー、ベジータとカカロットのキラキラしてた。見してやる。さあ次、さあなんだ、スキップ。お、からのピッコロ。これはかなり古めのレジェンダリー。さあ次、さあなんだ、発言よこせ、
あ、オール様だ。懐かしいオール様だ。さあ、次は、真剣に行こうぜ。まだか。なんだ。おお、弾けてまだれ。これでもしかしたら、全開来るかもしれない。来い。なんだ。おお、ビースト。久しぶりだな。こっちのビーストじゃない。さあ、来い、タン。あ、あれ。おっと、これはまたなか。さあ、次か。次、最後。頼む。あ、違うか。ダメか。お、待て、またガンマや。これ熱いぞ。これラストだ。よいしょ。いや、まだあった。お、なんだ、最後。よし、来い、頼む、頼む。来い。おー、ビースト。からの俺様が全開したと、なんとフェスの新キャラが2体も当たったということな。まあ、タカロット&バーダックはちょっと残念だったが、間違いなくゴッド引き、いい1年を迎えられるんじゃないかと俺は思う。まあ、せっかくなんで、まあ俺様が持ってるレジェンダリーのキャラを見せていこうと思う。こう見ると今回のあれを引いたから、発言も増えて、結構新しいキャラが。あ、でもパイクーハン欲しかったな、パイクーハンな。意外に当たらんもんだな。さあ、ということで、俺様の今年1年を願うガシャはおしまいだ。まあ、かねてより、まあいろんな人からレジェンズやらないんですかとか、レジェンズやってくださいとか、復帰してくださいとか、まあ声が来ていて、まあ本当に、去年はちょっと忙しすぎて、まあ対応できなかったんだが、今年は気持ちを入れ替えて、頑張っていこうと思うからな。まあ、親愛なるお前たちをぜひ俺様を応援するんだな。あとやっぱりまあ今年一年、まあ俺様もそうなんだが、まあお前たちも、まあみんなで健康で素晴らしい一年できたらなと思うからな。それじゃあお前たち、今年も一年、よろしくな。またな。